おっす、オラレスラー、2017年もあと少し。2017年ももう終わりです。お疲れレスラー、まあ、いろんな出来事があったかなと思います。僕も3つの出来事がございました。まず1つは仕事面ですね。11月よりサーキジムでパーソナルトレーナーとして働かせていただいております。もともと僕はサーキジムで働くのが夢だったので、働くことができてとても嬉しく思います。サーキジムの動画はですね、前回上げたので、もしよければご視聴よろしくお願いいたします。パーソナルトレーナーという職業はとても面白くて夢がある。だからこそ僕も転職してパーソナルトレーナーになったんですけども、もともとは人に教えるということがそんなに好きじゃなかったんですね。まあ、理由は一つ、自分よりも強くなってしまう、そんなのが嫌だったということなんですけども、自分が強くなりたいっていう思いがとても強かったので、人に教えるっていうのもあんまり好きじゃなくてですね、もともと僕もプロレスやボクシングなどをやっていたので、そういう思いが強かったなと思うんですけども、まあでも突然ね、ある時スイッチが入って、パーソナルトレーナーになりたいなと思って、必死に勉強して、まあ、トレーニングもして、今こうしてやってるわけです。今思えばパーソナルトレーナーをやって本当に良かったなと思っております。トレーナーをやってなかったら、こんなにもたくさんの方に出会わなかったと思っていて、毎日毎日いろんな方に会って、毎日充実してて毎日楽しいです。ぜひパーソナルトレーナーになりたいなという方がいましたら、迷ってる暇はありません。今すぐになりましょう。ただし筋トレ、勉強は必ずやって、正しいトレーニングをみんなに広めてください。よろしくお願いいたします。最後です。次に2つ目、パワーリフティングですね。7月よりパワーリフティングの試合にデビューさせていただいたんですけども、まあ、パワーリフティングというものに挑戦して、僕もいろいろ変わったかなと思います。パワーリフティングはスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、この3つのトータル重量を競う競技でございまして、よくウェイトリフティングと間違える方がいるんですけども、ウェイトリフティングとパワーリフティングというのは別の競技です。パワーリフティングは純粋にスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、これの3つの重量を競う競技なんですけども、ウェイトリフティングというのがですね、下から上にバンと持ち上げる、これ何キロ持ち上げられるかという競技でございます。結構名前は近いんですけども、まあ、全くの別物ということでございます。まあ、7月にデビューさせていただいて、まあ、7月の大会ではトータル560キロで、次の東京大会ではトータル575キロ、その時の記録が一番ベストなんですけども、スクワットが220キロ、ベンチプレスが115キロ、デッドリフトが240キロのトータル575キロですね。それが僕の今の現時点のベストで、3試合出たんですけども、3試合目はちょっと自分の練習不足もありまして、落とし目でやってたんですけども、試合の経験もできて良かったなと思っております。来年は6月にですね、千葉県で行われる国体の二次予選が行われますので、そちらで、ね、頑張りたいなと思っております。目標としては、トータルは620キロ、スクワットが230キロ、ベンチプレスが130キロ、デッドリフトが260キロ持ち上げられればいいなと思っております。それはあくまで目標なので、そこを超えられれば動いていきたいですし、超えられなくても少しでも近づければなと思っております。パワーリフティングは何歳からでも始められる最高の競技となっております。ベンチプレスが大好きであれば、ベンチプレスの大会に出ればいいと思いますし、その他のスクワットであったりとか、デッドリフトもある程度持ち上げられる、それだったらパワーリフティングの試合にぜひ出ていただいてですね、一緒に戦って仲良く交流も深めていけたらなと思います。何かわからないことがあったらですね、 Twitter とか Facebook、Instagram とかですね、いろんな SNS やってるので、こちらの YouTube のコメントでもいいので、僕がお答えできる範囲ですが答えさせていただきますので、コメントの方よろしくお願いいたします。では3つ目ですね。3つ目は YouTube を始めたことですかね。 YouTube を始めたことが僕の大きな出来事だと思います。もともとね、ちょっと YouTube をやったこともあったんですけども、まあ、このように自分の姿を映してやったっていうのは初めてで、
まだまだちょっとわからないことっていうのがたくさんある中なんですけども、まあ、こうして始めることができました。トレーニングのですね、情報発信もしていきたいと思いますし、パワーリフティングの情報発信ですね、私スーパーレスラーという人間をですね、皆さんに知ってもらいたいなと思って今こうして話しております。まあ、僕はねこんな感じの人間なんですけども、よく熱いとかですね、面白いなんて言われたりするんですけども、大して面白いことは言ってないです。僕はとにかく真面目にね、もう話して熱く語っていくだけ。この動画が面白いかどうかは分からないですけども、皆さんのためになる動画をですね、少しでも上げられたらなと思って、そういった面でも頑張っていきたいなと思っております。2018年はですね、大きく目標を掲げますと成長ですかね。成長したい。パワーリフティングも始められて、パーソナルトレーナーもアークジムのトレーナーとして始められて、 YouTube も始められて、2017年はデビューの年だったと僕は思ってまして、デビューしたら今度は成長させてですね、まあ、熟練者になっていきたいなと思っておりますので、パーソナルトレーナーとしてもパワーリフターとしても YouTuber としてもどんどん成長していって、皆さんにためになる動画とかですね、載せていけるようにしていきたいと思います。話は長くなりましたが、こんなところにしておきたいと思います。2017年本当にいい年だったなと今思います。毎年毎年すごくいい年で、悪いことがほとんどなくてですね、順調にどんどんどん進んでいって嬉しく思っておりまして、2018年もですねすごく楽しみにしてます。2018年の今頃またこのような動画をね上げていきたいと思いますので、2018年のね自分はこの動画を見てなんて思ってるのかなと、18年の自分にちょっと言いたいことがあってね、頑張れよと、常に頑張ると、初心忘れなということで、では長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタン、それからチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは最後に、行くぜ、僕、行くぞ、カッ、メッ、ハッ、メッ、ハッ、また。